そうそうそう。とりあえず今日はこれ赤松で、赤松、うん、まあ大きな変化というか形を変えていきたいんですけど、はい、まあ入手したのはやっぱこの辺の面白みがあって、うんうん、あとは上をどう作っていくかなんだけど、まあ一つどうしようかっていうのはここの間隔を少しこうもうちょっと潰して、うん、でここがこんだけ変化あるのにここが割とのっぺらとしちゃってるんで、はいはいはい、これをまあ上にするか下にするか、この枝をですね、うんうんうん、まあ希望としてはどんどん畳み込んでいってこいつは下に持っていく方向にしたいなという感じですね。でまあできるだけちょっとね枝伸びしちゃってるんですけど、コンパクトにするっていうのが今日の作業ですね。わかりました、はい、一つはですね、実はねもうさっき用意してたんだけど、こういう針金を、背中に沿わせるこの間あのひとひねり10万円でも言った曲げるところを必ずこう背中に針金を乗せるという、はい、ことをしたいので、まあ、2本ですね、これ細いから、うん、このアルミ線を2本背中に背中に背中に添えていきながら、次にラフィアっていうね、はい、あれはラファイアって呼んじゃうんだけど、正式はラファイアみたいなんだけど、これをなんかの皮かなんか、そうですね、ヤシの木の皮なんですかね、これね、これを巻いて、できるだけもうきつくギューッと皮が剥がれてね枯れないようにということで縛っていくんで、はい、でこれは冬は寒いんで、なかなか水につけてもふやけないんですけど、うん、お湯につけて置いておきます、うん、これ乾いたら、うん、キューってちっちゃくなったりとかするってことですか。まあ、若干縮めますけどね、とりあえず柔らかくして巻きやすくすると、で私なんか少しこう広げてあげて、こういうやつは少し広げてさらにつけ込んでいてあげるとね、細いとなかなか広範囲に縛れないんで、まあ、こういうのを5、6枚セットにして縛っていくと、また後ほどということで、はい、はいはい、こうですね、ここの背中に背負うように、うんうん、こんな感じですかね、上下に添えて、そしたら上か、ね、イメージで2本なんか背中に、なんそうですね、背中に巻くわけではなくて、ね、あのね、これで固定します。とラファイア1本で縛っていきますんで、はい、この後ですね、こういうのすごいやりづらいんですよこれ幹が曲がりすぎてて、ね、手が入らない。針がね、見つけるんですね。そうです、そうです。正式にガチンと縛る前に、はい、今言った背中にこの沿わせるんで、はい、これもあの針金もそうですけど、ラファイアも曲げる方向、曲げる方向なんで、うんうん、半時計回り、半時計回りですね。これをこっち側に絞っていきたい、はいはい、で下側からずっといきます。皮はね、ちょっと剥がれちゃったりするんだけど、うん、赤松は幹磨いちゃう人もいるぐらいで、五葉松はね、なかなか肌来ないんで、はい、肌もったいないんですけど、うんうん、赤松は表面ブラシで取っちゃってツルツルにしてする人がいるぐらい、うん、でその後出てくる細かいちりめん肌っていうんですけどね、はいはい、そういうのを出していった方がいいっていう人がいますよね。うん、こういうのを背中にしようとけばもうグッと隙間がないように、うん、感じですね、はい、で、まあこの辺もまあ好みですけど、たまにこういうふうに単に押さえるんでもいいんですけど、丁寧に、うんうん、今一周回したんですか。一周回したんですね。一周回してすると、まあこれがずれづらかったです、横にずれなくなったりしますよね、はい、はいはい、そういうやり方してもいいと。これはなかなか大変、なかなか大変ですね。ですよね。で、こっち行ったら今度下に持ってきたいんで、はい、今度上にあったやつを今度下の方に持ってくるわけですね。これでも剥がれた幹が、うん、幹肌、はい、復活するってわけではない。しますね。あ、また、だから先ほど言ったもう一回肌が荒れてきて、はい、今度はこの大きい割れ方が細かい幹になっていって、それがそのちりめん肌って、じゃまた新しい肌が形成されていってるってことなんですね。そうですね。まあ、時間のかかる話なんでね、うん、
黒はあんまりやりたくないですね、そういう意味では。なるほど。であとこの肌を取りづらくするために水で霧吹きかける人もいますね。その方が多少柔らかみが出て、曲げる前にってことですか。そうそう、こういうあの洗い作業をする前に、はいはい、この皮を大事にする人は霧吹きで水をかけておいて、そうすると多少表面が柔らかくなって、なるほど、幹に馴染むと。このね、ピンセットは、はい、あの歯医者さんでもらったやつなんですけど、これ皆さんにお勧めするんですけど、これいいんですよ、硬くて。普通の盆栽のステンレスだとこうベチャっとこう詰めちゃうんですけど、うん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 、これ歯医者用なんて硬い、素材が違う。ジャーマンステンレスって、ね、ドイツ鋼っていうすごい硬いやつ。はあ、いろんな患者さんの歯をいじってきた。あ、もう歯医者さんはね、ここが弱くなっちゃうともう捨てちゃうらしくて、あ、それで譲ってもらったってことですか。譲ってもらったんですね。歯医者さん行ってる人はぜひくれるの。いや、くれますよ、全然。ピンセットくださいってくださいって、っあのするとき取っといてくださいって言うと。それもそれもそう、歯医者さんでくれるんだ。これも今あの植えてたんですけど、あえてここで下ですよね、うんうん、この背中に乗せるようにギュッとします。こういう曲げ方、この ラピアを使って曲げる時と針金だけで曲げる時の、その境目というか、あ、やっぱりあの厳しい曲げ方するときですよね。緩やかなやつならいいんですけど、こういう曲げて割れるのを防止するとか、うんうん、皮が剥がれるのを防止するような厳しい曲げというか、そうするときはこれを使いますね。で本来ね、赤松はというか、まあ、小白類より冬に曲げるのがいいって言われてるんですけど、はい、赤松はね割れるんですよ、うんうんうん、幹がパキッと。意外に赤松曲げるのにいい、厳しいね、仕事するのにいいのはね、6月、ええ、もうこれはもう秘密情報なんですけど、秘密情報なんですね。実は6月がすごく、赤松だけですか。赤松が、まあ他もそうなのかもしれないですけど、諸悪の中でも赤松は6月が非常に曲げが安い、曲がりやすいし割れない。結構ぐちゃぐちゃに曲げたやつもちろんあれだった後でありますけど、はいはい、曲げたやつありますけど、はい、とりあえずこれで第1弾はこんなやつですね。ですね、結んだりしないですね。うん、あの最初だから初めのところは縛ってこう押さえちゃうっていう感じですね。はい。こういう感じで幅広くね、やっぱりやりたいんで、うんうん、まあ本数もそうですし、できるだけこう開いてた方が、はいはいはい、はい、で結構きつめに、きつめですね、巻いていく、きつめにやらないと意味がない。はい、このチューブでやる人もいるんですけどね、はいはい、タイヤチューブとか。私昔チューブでやって枯らしたトラウマがあるんで、チューブでもいいとは思うんですけど、こういう感じですね、こういう感じで締め込んでいく、うんうん、次のに行きますか。はい。ないんで。はい。この後は中から。そうですね。途中からですね。もう縛ってたんですね。ああ、ごめんなさい、ここですね。
通には作って、うん、普通に中通した感じですね、はい、そうですね普通にこれはもう止まってる、うん、また最後は針金で止めるんで、はい、はい、これでざっくりと、はい、とりあえずこんな感じで、はい、次に針金ですね。針金、はい、はい、これはこの銅線とアルミ線があって、はい、まあ、銅線が硬いんでね、本来、小白なんで銅線でやりたいんですけど、このアルミ線も効くんで、はい、銅線ほどは効かないんですけど、その分太いやつを使って、うん、今日はアルミ線でやります。はい、で本来は下にかけるんですけど、刺すんですけど幹の途中からになってるんで、はい、こういう引っ掛け方を、んこういう引っ掛け方ですね。で、まあ一周したらもう固定されちゃうんで、うんうん、はい、で曲げるのはまずここからですからね、うん、はい、こんだけ元がかかってれば。なるほど、はい、でお話ししたようにここの背中に当たるようにですね、はい、今邪魔なんですけど、これなんか間延びしちゃってるんでね、はいはい、取りたいんですね、うん、取っちゃってもいいんですけど、これとかあるいはここは分かりますかね、2つ近いところから出てる、うんうんうん、でこの流れでいくとこの枝がすごくいいんで、これは取るんですけど、うんうん、とりあえずどっちか枯れる可能性もあって、ここ曲げた時に割れますからね、うんうんうん、ちょっと割れた時にこれ枯れるかもしれないんですよね。なるほど、はい、それなんでこれもまあそんなに悪くない、この曲も面白いですし、うん、で決して悪い枝じゃないんですけど、保険をかけてつけときます、うんうん、はい、はい、で曲げるとこもどうだろうな、後ろに添えますかね、こうですね、後ろに添える方向で、はい、はい、いきます。かけた手前にかける方法もありますけど、比較的後ろにかけていった方が、まあ、添えやすいと。後ろっていうのは、前にかけた後ろ側にかけますよね。あ、なるほど、その方がこう上上へと持ってくんで、うんうんうん、まあ、隙間が空きづらいというのも、あ、まあ、細かい話ですけど、これもぜひ紹介してもらう。針金入れ、針金入れ、針金入れ、ぜひ。昼間オリジナルです。オリジナルなんですか。あ、オリジナルってこれね、女性用の帽子のハットの、はいはいはい、ええ、フリマで300円です。すごいなと思って、これは釣り道具屋さんのやつだったら、ちょっとちっちゃいんですね、はいはい、あの釣り道具でやつ、これね、いいの見つけ、厚みもあるし、なんかちょっと上は完全な合成の安いやつですよ、うん、だけどもう15年ぐらい持ってるんじゃないかな、これ。全然壊れない、帽子か、うん、これいいですね。これね、これちょうどいいんです、ほんと大きさ丈夫でね、これ確かにないですもんね、うん、ないですよ、これちょうどいいやつ、ね、メーカーとか作ってないですか。いや、やれば売れると思うんだけど、ピンポイントでもやる人って大体家じゃないですか。うん、そうだね、教室に来る人。あ、そうかそうか、また別なんだ。あ、そうだね、なるほどね、持ち歩く人だからね、確かに。これとこれを、はい、ここの隙間をやっぱり潰したいというところが、うんうんうん、まあこれでも十分なんだけども、まあより厳しくするためにはこれを出して、ここを一つ見どころとしたい。これとこれをこう縛るんですけど、ちょっとここに当たる可能性があるんで、うん、こういうチューブですね、もう使い古して汚いんですけど、はい、これを間に入れてここに、なるほど、一応まあここラフィア巻いてあるんだけども、そっちにもクッション、一応まあそうですね、うんうん、はい、でやっとここでとりあえず縛っておきます。ここですね、うんうん、まあ、とりあえずちょっと一回これでやってみます。はい、ちょっとここに負担かかるようだったらやり直しますけど、これでこの万力みたいな道具、名前あるんですか。
万力ですね。万力でいいですか。ジャッキ。あ、ジャッキか。盆栽用なのかな。あ、これじゃないですか。ステンレス。あ、こういう感じですもんね。そう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 。これはステンレス自在式枝曲げ機です。これはジャッキ。意外と安いんだ。万力ってはね。万力はこっちなのかな。万力。じゃこれジャッキ。盆栽万力。ジャッキなんじゃないですか。どちらかという。盆栽専用なんだ。こっちは万力ってます。ああ、まあ万力とは書いてあるね、確かにね。うん、こっちは枝曲げ機。ああ、ジャッキだ。ありがとうございます。まあ同じだよね。まあ一応押さえて動かないようにしながら。うん、曲げていくと。締めていく。ここだと見えない。ここはこの隙間をね、はい、曲げていきたいです。寄ってるか？寄ってる。寄ってますね。この針金を締めて、はい、ジャッキを外す。そうですね。少し戻るかもしれないね、これ。ちょっと普通こういうやり方しないんだけど、かけ直します。はい、下にかけ直しますね、はい。上に上がってきちゃったんで、これが緩む可能性があるんで。下方がいいですかね。あ、下行けば当たんないからいいや、これでやっちゃおう。手前に。引っ張りながら、はい、引っ張って隙間が空くと思うんですよね、はい、ここにね、これでいいん、引っ張って隙間が空いたものをこうねじって埋めると、これそのままこれで縛るとね切れちゃうんで、はい、はい、これで戻んないかな、ちょっと戻った、これはこのままでいいと思う、あ、まあちょっと戻ったけど大丈夫ですね、これとこれじゃない、はい、これでここが縮んだってことですね。で、次はこことここをこう折りたいと。なるほど。これはまた大変そうですね。今度はさっきは幹と幹で引っ張ったけども、針金と針金で引っ張ると。ここで引っ掛ければ、はい、こことかここが、ここで正面取ってんだね。曲がってくる。こっちの方がいいんだよ。はずと。下げないといけない。出てこない。下から引っ張ってもいいけど、もうちょっとこの細い針金でもよかったんだけど、まあ、切れる可能性あるんで、とりあえずこれで引きましょう、うん、もっと下か、もっと下、これはとりあえず曲がるところまで、ダメなんですか、この外側。ああ、そうだ。さあ、いいこと言いますね。やった。そうだ。届かない。ちょっとじゃあもう一個大きいやつ。もっとこっち寄ってこないといけない。うん。来てます？動いてはいますね。もうちょっと行きたいですね。これね、これをね、そうですね、これも下げたい感じ。やっぱり最後、やっぱりジャッキでやっちゃうかな。これね、いや、これもう行っちゃえば。こっちはいいから。はい、これで今、引いた感じですね。そうです。これで絞ってきますね。だいぶ寄ってます。はい。おお。ね。このワイヤー見ると分かりますね。ですよね。かなり余裕がね、隙間があるんで。うん、
YouTube じゃなくてあのテレビ放映すればいいじゃない。その権限があればね僕もするんですけど。そうするとお金もらわなくちゃいけない。お金もらわなくちゃいけない。いやいやスポンサー探さないと。スポンサー。飯島さんがやってくれる。スポンサーいいよ。いいんすか。頼むよ。お金はあるよとか言って。ここ見るとどんだけ間が空けましたもんね。そうですね。このぐらいこんだけ曲がったってことですよね。うんうんうん、まだ音鳴ってないんでね、つい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 やりたくなって欲が出ちゃうんで、もういじめすぎだって。でも心拍じゃないんだから。これね赤だからね。うん。とりあえずこれぐらいかな。うん、まあ理想のね、これが上行くか下行くかなんて言ったぐらいなのを、うん、ここまで下に行ったんで。曲がりましたね、こことね、あとここはね、ここが割れてるかどうか、水水でこっちは生きてるけども、ここが割れてるとこれがやられる可能性があって、まあこれがいければ将来的にこう取っちゃうとか、なるほど、うん、でこれも本来横にあったやつがね、上上がってっちゃったんで、これでまた職業どうするかですね。まあ将来多分下手すとこれもね、出が良くないんですよ、ここの。ここら辺も上になっちゃってるんで、見どころとするんだったら取っちゃうかもしれない。うん、例えばここで頭作って、はい、今ね この形になったから初めて見えてくるんですけど、ここで頭を作って、でこいつは裏枝で後ろ行ってグッと、はいはいはい、であとこういうので枝を作っていくと。であと今ここまで曲げてみてちょっと面白くないのは、この M 字になっちゃったんですよね、うんうんうん、頭が並んでるっていう、うん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 、ここが嫌ですよね。そうすると一つはここを見どころとして頂点にするために少しこう起こしてあげると、うん、なるほど、うん、こういう見方が一つある。で逆にもうちょっとこう傾ける、うん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 、でここを頂点としてここを下げてあげる。ちょっと角度を変更するだけで一番上が今揃ってる。ここも今最大の難点ですね、うん、これ見ると、うん、これだけ曲がったんだけどどうなるかっていうところですね。なるほど、はい、癖ついてからこういうこう細かいところをやっていく。そうですね、やってた方がいいですね。今だいぶ負担かけてますから。なるほど、かけてもいいんですけどだいぶ影響があると思うんで。でこういうのが残ってた方が水を吸っていくんで、うんうん、多少影響はあるけども枝は少し取っといた方がいいですね。なるほど、だから負担をかけない方がいい、しばらくは。はい、いうことですね。おそらくこれ取るでしょうね。これ取ってこれも取っちゃうんじゃないかな。盆栽世界のものが捨てようとね、そうこうイメージがなんとなく湧くと思うんですよね。こうとかね。なるほど。連載中の赤松って、はい、芽は増えやすいんですか。切っちゃってまた新しく出てきたり。芽はね赤松は比較的出やすいです。出やすい。赤松と黒松は、割と吹きやすいですね。元気つけていくとこういうとこからプクッと芽が出たり、で五葉はねなかなか吹きづらいんですよ。そうですよね、うん、だから赤は比較的いいですね。なるほど、うん、外すのはどのぐらいですか時期。どうだろう、でも半年ぐらいつけたいですよね。半年今だから来年もそうですね、5月、6月ぐらいですかね、はい、その時には植え替えしてみて。いや、もうこのままですね。もうこのままです、はい、じゃあまた来年。そうですね、まあ3月ちょっとね、硬いんで3月植え替えてもいいですけどね。あ、この1回ね、この状態のまま、うん、ちょっとだいぶ植え替えしてない、非常に厳しい状況なんで、うんうんうん、先に植え替えしてその後外すみたいな。そうですね、なるほど。へえ、まあ、本当は少し3月植え替えするか、もしくは逆に植え替えしないで肥料をたっぷりあげて、うんうん、で元気つけて少し食い込むぐらいまで太らして、針金が食い込むぐらいまで、まあ、今実際にはこれじゃなくて背中のやつが食い込んでくるわけですよね、はいはい、多分これ相当無理してるんで、うん、これ線が1回出ちゃうかもしれないですけどね、うんうん、それぐらいまで本来はまあ太らした方がいいでしょうね1回ね。で癖つけて元気なんで今は多分問題ないと思うんです。音も鳴ってないし、はい、はい、以上ですかね。はい、はい、ありがとうございます。さっきなんか、うん、向こうに見に行こうって言ってたら、なんかありましたか。あ、負けたやつ。要はこの二棚はね、私の。え、これそうなんですか。そうなんですよ。多すぎませんか。
多すぎる置けないんで置かせてもらってるんですけど。何ですか。